さあ、これからググランンディングの瞑想を行います。目をつぶって大きく深呼吸を一回してくださいさあ意識を第一シャクラ。下半に向け何度も深呼吸をしてください意識を第一シャクラのピーティー骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてみましょう 意識を尾脂骨のあたりに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長がかきましょうそしてお腹を膨らませて吸う息とともに。 赤色の光を吸い込んでるところを想像してください。吐く息ともに B 蛍骨の辺りが暖かな赤色に輝いてるところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くか,かきましょう。うーん 第ラと上手なググンンディングができます想像力を100万倍働かせて自分自身が母なる大地のようにとしっかりとつながっているところをイメージしてください大きな安定感を得ている様子をイメージしてくださいそうしてると心が豊かになりとってもいい気分ですうーん セコンド意識を第2チャクラの下腹に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下腹に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を何回かきましょう。う そしてお腹を膨らませて吸う息とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに下腹がただかなオレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。うーん 第想像力を100万倍働かせて自分自身に生きる希望にあふれている様子をイメージしてください人生を情熱的に生きている様子をイメージしてくださいそうしてると心が豊かになりとってもいい気分ですうん 今度は意識を第三チャクラの溝落ちに向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を溝落ちに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長か書きましょうおー そしてお腹を膨らませながら水域とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに水落ちが綺麗な黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。おー 第開くと自信とパワーがみなぎります想像力を100万倍働かせて呼吸とともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてくださいそうすると心が豊かになりとってもいい気分ですおー さあ今度は意識を第四チャクラの胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を胸に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょうあ そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息ともに胸が綺麗な緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。あー 第四チャクラを開くと無条件のアイネルギーを感じます想像力を100万倍当たらせて自分ちんか自分を愛し他者を愛してるところをイメージしてくださいそうしてると他者からも愛され無条件のアイエネルギーを感じることができとってもいい気分ですああ さあ今度は意識を第5チャクラの喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を喉に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息をがんか,かきましょうえー、そしてお腹を膨らませながらそういう人ともに 青いいい光をを吸い込んでいるところを想像してください吐く人に喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。えー 第チャクラらくと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます想像力を100万倍働らせて自分ちんが自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください人の話も快く聞けている様子をイメージしてください素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると心が豊かになりとってもいい気分ですえー の意識をク頭中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角をか上げて鼻から息を長くかきましょう。えー そしてお腹を膨らませながら吸う人とともに藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く人ともにの頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへくませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。えー 内力チャクラを描くと素晴らしい動作力にあふれます想像力を100万倍働らせて自分自身が真実を見通している様子をイメージしてください直感力にあふれている様子をイメージしてくださいアイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしていると心が豊かになりとってもいい気分です。えー 雑念が浮かんできても決して心の中で展開することなしに目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思いくその中に投げ込んでしまいましょう眠気のおそうになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてくださいさあ今度は意識を第7チャクラの頭頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう 意識を頭頂に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう,うそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください 吐ともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く描きましょう。うーん クワンネスの世界を感じます想像力を100万倍を足らせて自分自身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてくださいそして全てを理解し全てを知る全ては一つあるというワンネスの世界をイメージしてくださいそうしてると心が豊かになりとってもいい気分ですうーん さあ、この高い意識状態においてグランディングをしましょうまず大きく深呼吸を一回してくださいそして尾跡骨のあたりから地球の中心に向かってエネルギーのロープを伸ばすとイメージしてくださいエネルギーのロープなので何にも邪魔されませんそのロープがどん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 伸びていき部屋の床を突き抜け地面を突き抜け 地球の中心に到達するとイメージしてくださいうまくいってるかどうか気にする必要ありませんただただ伸びていってると思えばよいのですロープがどん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 伸びていき地球の中心に到達します詮索することなしにただただ地球の中心に到達したと思えばよいのですそのロープを地球の中心にしっかりと固定しましょう たただ固定したと思えば良いのですさあこのロープのことをグランディングロープと言います。さあ今度は足の裏に意識を向けてください。足の裏から地球の表面に向けてたくさんの根が伸びているとイメージしてみましょう。足の裏から地球の表面に向けて たくさんの根が伸びています。ではどん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 伸びていき地球の表面を覆いますそしてその根から地球のエネルギーを吸い込みましょう吸気とともに地球のエネルギーは根足を伝わって体全体に広がっていきます吸気とともに地球のエネルギーは根足を伝わって体全体に広がっていきます 体に広がっていきますそしてその地球のエネルギーはそして吐く息とともに地球のエネルギーは積み込んだネガティブなエネルギーとともにグランディングロープを伝わって地球の中心に戻っていきます。さあ何度も何度も深呼吸を続けてください。そして体の中のエネルギーの流れを感じましょう。 地球のエネルギーはとっても強力ですあっという間に体の中がきれいになっていきます何度も何度も深呼吸を続けてくださいそして体の中がきれいになったら地球のエネルギーを体全身に満たしましょう地球のエネルギーは湯船にお湯が溜まるようにつま先から頭のてっぺんまで体全体 体に見てていきやがて溢れ出します地球のエネルギーは湯船にお湯がたまるようにつま先から頭のてっぺんまで体の全体に見せていきやがて溢れ出しますさあたくさんたまった地球のエネルギー感じてみてください。 さあ、たくさん溜まった地球ギーを使って宇宙に向けて1本の大きな木を伸ばしましょう木はしっかりと根を張りますどん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 伸びていきたくさんの枝葉をつけますさあどん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 木が根を張りどん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 枝葉をつけあなたの体をすっぽ ぽりと積み込むほどに太い幹になりました枝葉を見上げん枝の少ないところ葉の少ないところがあったら意識的につけてあげてくださいとっても大きな木が伸びましたさあ今日の木はどんな木になっているでしょうかさあその木の葉から 宇宙のエネルギーを吸い込みましょう宇宙のエネルギーは太陽の光のようにさんさんと降り注いでいますさんさんと降り注ぐ宇宙のエネルギー宇宙のエネルギーは自分自身が息を吸う時に体の中に入ってきますそして吐く息とともに体の中を通った宇宙のエネルギーは グランディングロープを伝わって地球の中心に戻っていきます。数域とともに宇宙のエネルギーが体の中に入ってくる様子を思い描いてください。吐く息とともに体の中を通った宇宙のエネルギーはグランディングロープを伝わって地球の中心に戻っていきます。歯から枝から幹から頭から首からエネルギーの流れを感じてください。 地球のエネルギーと宇宙のエネルギーをしっかりと循環させている様子を思い描いてみましょう地球のエネルギーは足の裏から伸ばした根からそして足から体の中にどん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 溜まっていきます宇宙のエネルギーは歯から枝から幹からそして首から 体からそして両方とものエネルギーはグランディングロープを使って地球の中心に戻っていきますさあ地球のエネルギーと宇宙のエネルギーをしっかりと循環させてくださいそうしてると地球のエネルギーと宇宙のエネルギーは体の中央で混ざり合いそこに1点の光を生じます エネルギーの増加とともにその一点の光は輝きを増しやがて体全体をすっぽりと積み込んでしまうほどにもなっていきますさあエネルギーの光の玉の中にいる自分自身をイメージしてください大きく深呼吸をしてみましょう なれるエネルギーはさらに増加し自分の体が黄色に輝いているところをイメージしてください自分の体が美しい光の玉の中にいてその光の玉が黄色に輝いているところをイメージしてみてください呼吸とともにさらにその輝きが増していきます 自分の体が光の玉に包まれ金色に輝いているところをイメージしてください。光の玉は完全に守られていてとってもいい気分です。自分の体が美しく輝きまばゆい光を放っているところをイメージしてください。そうしているととってもいい気分です。 でもいい気分です。さあ太陽の光がさんさんと寄り注ぎ宇宙のエネルギーがさんさんと寄り注ぎ自分が大地としっかりとつながり地球のエネルギーも受け取りそのエレラのエネルギーによって光の玉が生じ自分自身がその美しい光の玉の中で守られ そして美しい光を放ってるよ。そんなも描いてください。そうしているととってもいい気分です。しばし思考感を満喫してください。 さあしっかりと感じ取ったら意識を肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう激しい運動をした後に深呼吸をして呼吸を整えていくようにそれぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう第7チャクラ頭頂のエネルギーが静まりますうーん第6チャクラの頭の中心のエネルギーが静まりますいー 第五チャクラ喉のエネルギーが静まりますえー第四チャクラ胸のエネルギーが静まりますあー第三チャクラ水落ちのエネルギーが静まりますおー第二チャクラ下腹のエネルギーが静まりますうー第一チャクラ B 底骨あたるエネルギーが静まりますうー 意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。